どうぞ。まあ、バイオハザード6の動画を並行して上げてるんですけど、オバマ先生とやってるね。バイオハザード6のレオン編が終わったんで、ちょっとバイオハザードの話しようかなと思って、撮ってますね。まあ、この後、いやー、でもどうだろうな。どっちが先かな。バイオハザード6の、だからレオン編が終わったんで、クリス編を多分、まあ、これの前かとか、わからないですけど、多分上げ始めると思うんで、まあそちらもご視聴いただけたらありがたいですねっていう話をまずして、じゃあちょっとバイオハザードについて話していきますね。まあ、バイオハザードはもう、シリーズね、結構、やってるんでね、何やったかな。まあ、そもそもね、まあ、事実を言うと、ワンって、あんまりやった記憶なくて、まあ、ちょっとはやったんですけど、多分クリアしてないんじゃないかな。で、まあ、まともにやり始めたのが2からなんですよね。バイオハザード2。まあ、プレステのやつですね。2やって、3やって、4は、本当に、ゲーム実況始めてから、やったのが初めてなんで、2、3、コード、ベロニカ、あと何やったっけ？あ、だから、そっからずっとやってなくて、5やって、6やって、4やったのかな？あ、その前あれか。リベレーションズをやったかな？そんなとこっすね。だから、7と8は、まあ、そう、正直、6を、アップし終えてから、7を実況しようと思ってたんで、ずっと7やってなかったんですよ。で、まあ、7やってないんで、当然、8もやってないんですけど、で、リベレーションズの2もやってないと。ガンサバイバー系はやってないね。っていうのが、まあ、大体、とりあえず、だから、あれだ。RE3 はやりました。っていう感じです。RE2 はやってないんだけど。で、いや、無言で下降りてきちゃったけど、まあ、じゃあ採掘しながらやりますか。バイオハザードの話しますね。正直、まずなんでワンやってねえんだって。あ、そっか。あ、ごめんごめん。ゼロもやったわ。ゼロゼロ。ゼロね。レベッカが主人公のやつね。それはやったわ。で、まあ、6ね。まあ、オバマ先生とやってきましたけども、まあ、あのゲーム、バイオハザードって、まあ、そもそも割と4から結構ね、大幅に様変わりした感じ。ありますよね。まあ、そもそも、4からもう、なんか、あれ？ 4 の時ってなんだっけ？敵。ガナードか。僕は、5でジュアボだったりとか、なんかちょっと、あ、ジュアボ？ 5 だっけ？ 6 だっけ？まあ、なんか、ゾンビっぽくなくなっちゃったじゃないですか。まあ、コード、ベロニカ、ぐらいまでは、ちゃんとゾンビしてたわけで。まあ、リベレーションズはなんか、ウーズとかいう、ちょっとなんか ゾンビっていうか もうそもそも人型ですらないっていうかね。化け物になっちゃいましたけども。ちょっとなんか、ちょっとゾンビゲーじゃなくなっちゃったなっていうところはあったんですけども。まあ、でもね、アクション性、だとか、そういう点に関して言えば、もう、なんか、やっぱ、なんなら4が一番評価高いみたいなとこはありますしね。まあ、僕はリモコン操作も結構、慣れ親しんでいたんで、まあ、割と好きだったんですけども、でもやっぱりね、一番人気あるのは4っていう話なんでね。まあ、それもわからんでもないです。まあ僕も当然4やったし、楽しかったしね。
ただやっぱりなんか、なんだろう、そこを歩く恐怖っていうのは、やっぱり、ワン、ツーが強かったんじゃないかなっていうのは、思ってて、うん。やっぱツーはちょっと、ね、今思い出しても、まあ、リッカーが出てきたりとか、うん、そういうとこ、とかね。で、やっぱりリモコン操作、不自由の、リモコン操作の不自由さも相まったり、うん。で、カメラの視点が固定だったりね、うん。そう、固定、カメラを固定することによって、なんだ、思わぬところから敵が出てきたりとか、そういう恐怖感っていうのは、やっぱり、あれは、ね、リモコン操作特有のものじゃないですか。うん、TPS の視点だと、ちょっとカメラを動かせば、まあ、ゾンビ、見えちゃったりしますからね。うん。アクション性が高まって、そのアクションゲームとしての楽しさが高まった、反面ね、なんかホラーゲームの怖さはちょっと弱まっちゃったんじゃないかなっていうのはちょっと思ってますけど、まあ作品を批判してるわけではないんですけど、うん。4は面白かったしね。4。あと5も、5が叩かれてる理由って、まあそもそも、その AI の性能がまず悪かったっていう点なんですよね。あ、それはだから5のオルタナティブで、解消はされてるんですけども、うん。で、あのゲームは、2人で協力プレイをすることによって、結構楽しかったんですよ。うん。2人協力プレイっていうバイオハザードは、今までそれまでなかったわけで、うん。5、6は、そこが結構僕は好きで、うん。元嫁とよく一緒に遊んでたんですけど、うん。で、まあ、だから、5、6は、まあ、オバマ先生とも一緒に6やったわけで、うん。結構好きなんですよね。うん。で、何の話だね。まあ、恐怖が薄、恐怖っていうか、ホラーゲームとしての、まあ、怖さは減ってしまったかもしれないけど、うん。アクションゲームとしては、全然ね、バイオハザードもまだ全然面白いし、なんならちょっとセブンで、その原点回帰じゃないですけど、うん、そういう、ね、恐怖感、うん、人間の不安感を煽るみたいな、ね、親父は、まあ、今までのバイオハザードシリーズみたいな、そういう恐怖感を与えてきて、で奥さんはもうなんか虫操ってね、人間の不快感煽るみたいなね。で息子はデスゲームっぽいね、まあそうとかそういうなんかソリッドシチュエーションシルラースリラーみたいなね恐怖感を煽ってくる、なんかそれぞれでなんかね、うん、恐怖演出が違うみたいなね。あれはあれでいいですよね。まあ正直セブンはまだ実際プレイしてないんですけど、だいぶ前にね、とある VTuber の、プレイ動画を見ただけですね。うん。うん。なんでね、まあ6の動画上げ終わったら、ちょっとセブンの動画撮ろうかなとはちょっとまあ今のところね考えては。いますけど、まあやるかやらないかはまあ別の話としてね。うん。サイクスアート 0.1 だな。あって出ちゃった。まあいいや。うん。まあそういうことですね。うん。で、6もね、結構面白かったんですよ。で、まあゲーム中も行ったり、エンドロール中もちょっと話したりしたんですけど、まあ、5、バイオハザード5。そうだ、バイオハザード5はすげえ叩かれてたんですけど、まあ、2人プレイでやったら面白いって点と、あとストーリー上ね、まあ、1からずーっと因縁のあった、アルバート・ウェスカーとの決着がつく話じゃないですか、シナリオが。そこで決着がついてしまった上に、
で、6のラスボスってちょっと、まあ、シモンズですよね。レオン編だと。ちょっと、薄いんですよ。なんか、そもそも、バイオテロを起こした理由も、なんか割とちょっと、なんか、なんだろう。もうなんか、ただの嫉妬から生まれた、なんか、ね、程度の低い目的だったんで、ウェスカーみたいにね、なんか尊大な理由があったわけじゃないじゃないですか。そう。だからなんか、ちょっと、80になったな、今。岩石潰したら帰ろう。だからね、なんかね、ちょっとね、なんか納得いかないところも、まあ、結構6には、正直、あるんですよ。1からやってきたみ、1をやってねえんだけど、ちゃんとな。でもなんか、やっぱ、ね、そこまでストーリーを深読みしてないっていうか、シリーズをそんなにやってなかったオバマ先生は、まあなんか一緒にね、やれて面白かったって言ってくれてたんでね、まあそれは良かったかなと思って、確かにアクションゲームとしては、ね、2人で協力プレイしてできるし、楽しかったと思うんですけど、5もね。まあ、協力プレイして楽しいっていう点で言えば、まあ正直5の方が面白いっす。6、ちょっと、なんか、アクション面でも、まあ、シナリオ面でもね、ちょっと弱いところはあるけど、シナリオが弱い点としては、まあなんか、要は、レオン編、クリス編、ジェイク編って3つに分けてしまう。まあ、正直言ったら4つなんですよ。あとそこにエイダ編が入るんで、なんで、一個一個のシナリオを、まあ、当然、ボリュームが、小さくしなきゃいけないわけで。で、ザッピングもあるわけで、ちょっと、ね、まあ、例えば、レオン、ヘレナ、ジェイク、なんだっけ、シェリーか。の4人で協力でして戦うとこなんかは、同じシーンなわけで。視点が変わるだけでね。やっぱちょっと被ってるとこは、あるわけですよ。だからボリューム一個一個で見ていったらちょっと弱いのかなっていうとこはありますよね。まあ1シナリオ、レオン編が終わったのが19パートなんで、バイオハザードもだからバイオハザードの5からしたら、もう僕があれ何パートやったんだっけ、50パートぐらいやったのかなって考えたら3分の1ぐらいしかやっぱり一遍でないわけですよね。なんか動画編集してらたら結構長いなとは思ったんですけど、実際のところそんなに長くはなかったわけで、まあトータルしたら多分5よりは長いのかなっていう印象は受けますけど、鈴かこれ。まあそこはそうですね、だから区切っちゃった弊害っていうかね。ちょっと待って、どうしまってねえや。これどうしようかな。80になっちゃったな。こっから先ちょっと賢者がないと上げらんないんでね。まあちょっとじゃあこっからちょっと調和を上げて、まあ15分か。この動画が上がるか、それとも、もう一個撮ったやつがね、先に上がるか、ちょっとわかんないんですけど、そっちの動画でも話しちゃった通り、ちょっと なんだ、あれ何を言おうと思ったんだっけ。そう、最近ね、動画20分見るのが、自分でしんどくて、自分の動画を見直したときに、20分超えてて、途中で寝ちゃったんですよ。まあ、俺の話がつまんなかったっていうのもあるんですけど、だから、動画をね、20分以内にして区切りたいんですよ。だから、
今ね、だいたい15分ぐらい喋ってるかなと思うんですけど、うん、調子いい時はね、正直本当にノーカットで20分ぐらいは喋れるんですよ。うん、今回ほぼノーカットだと思うんですけど、ムーンホール上がんねえんだよ。うん、もうムーンホールはね、上がんねえんだ、調和がね。なんで、まあ、ちょっとね、まあ、区切りたいな。そろそろ。と思ってますね。今ね、15分ぐらいだからね。まあまあ、ちょうどね、採掘も80で上がりきったんでね、そろそろいいかなとは思ってるんだけど。あ、ちょっとスタミナ切れちゃうんだよな。そうだそうだ、歩きにしないとダメだ。うん。というわけで、まあ、バイオハザードの話をしたね。あんまりしてねえけどね。ああ。なんかバイオハザード的な謎解き？なんかゾンビが襲ってくる恐怖とかね。そういうのと別で、なんだろう。警察署になんでこんな仕掛けあんだよみたいな、あの謎の謎解きね。うん。あれ、もう結構バイオハザードの醍醐味みたいなとこ、あるじゃないですか。うん。で、その、なんだろう、4以降から、そのアクション性を高めるために、その辺の、なんか、謎解き要素をちょっと削ったとこあるじゃないですか。まあ、4はまだあったかな。うん。なんか、もう、ね、6だとその辺の謎解き要素おまけ程度にしか入ってこなくて、なんなら逆にそれがそのね、あの倒す爽快感みたいなのを阻害してたところも若干なんか俺の印象としてはあったんで、うん、いやー、だからそこの辺のバランス難しいよなー。アクション性高めるために、まあ、謎解き要素って不要だけど、ね、邪魔だもんね。テンポ悪くなっちゃうし。でも、やっぱバイオハザードとしては、その謎解き要素欲しいから、ね、俺の中ではね、うん、こんなんにしたら、普段使うときどうすんねんっていうぐらいの、要はめんどくせえな、謎解きね。うん。なんか、あれ、理不尽な謎解き、俺、結構好きだったんでね。あ、まあ、ほら、ね、僕、あれなんですよ。なんか、脱出ゲームみたいなのとか好きなんで、やっぱその謎解き要素、好きなんですよ。なんか解けた時にすげえ、すっきりするじゃないですか。いや、どうだろうな。いや、自分で言っといてなんだが、脱出ゲーム、いや、それはねえだろっていう、謎、たまにあるな。すっきりしないときあるわ。もやっとす、いやいや、ちょっとなんか、納得いかねえな、みたいなときあるわ。うん、まあ、バイオハザードもしかりね。うん。ありますけど、うん、なんか、謎解けたときのすっきり感はね、うん、やっぱあるんで、そういうの好きなんですよ。うん。だからやっぱり、バイオハザードには、無駄な謎解き要素、欲しいよね。うん。その辺はちょっと5、6は弱かったのかなっていう思いはあるね。うん。いやー、なかなかとか当たっ、ん？ああ、もう19分いってますね。ああ、なんか。酒飲んでるんでね、ちょっとバイオハザード、あれ俺ムーンホール使ったな。いらねっつってんだよもう。うん、バイオハザードとか龍が如くみたいなね、シリーズ、あとメタルギアとかさ、シリーズずっと追っかけてる作品はどうしてもなんかちょっとね、酒入ると語れなくなっちゃうんでね、酒入ってるんですけど、今、うん。お久しぶりですの時に話した 7% の無糖レモンサワー 7% ですね。うん。あれの500を1本と、
ウイスキー、ブレンデッドウイスキーをロックで4杯ぐらい飲んでますね。うん。で、今ちょっと話してるんですけど、先にね、今ね、これとは別のマスターオブエピックの雑談動画を撮って、その、もう、数分後にこれ撮り始めたんですけど、まあ、ちょっと正直ね、どっちを先にあげるかは、わかんないですけど、レオン編が終わったから、ちょっとバイオハザードの話しようかな、と思って、この動画撮りましたね。まあ、結局20分超えたな。まあ、そういう感じなんで、ね、まあ、もう上がってるかもしれないけど、これからちょっとまた、バイオハザード6、クリス編を、オバマ先生とね、一緒にやってるのを上げていきますんで、まあよかったらそちらもご視聴ください。正直言って、おすすめはしませんけど、まあ、僕は見てて楽しいです。はい。じゃあ、こんなところで、ご視聴ありがとうございました。次回も、お願いします。